ジョジョの奇妙な冒険アイズオブヘブン。はじめまして、ゆずきゆかりです。今回はこのジョジョアイズオブヘブンを実況させてもらいます。私も前作を発売日に定価で買ったものの一人ですが、なんだかんだで値段分は遊び倒したので今作も買っちゃいました。前置きもほどほどにして早速始めていきましょう。今回やっていくのはこのストーリーモードです。今作のストーリーは原作者の荒木先生が監修ということで、とても内容に期待できます。荒木先生は自身の著書でもゲームのストーリーを提案された時に、自分の漫画術にのっとったストーリーの流れに修正してもらったなんて話もあります。ひょっとしたらこのゲームのことなのかもしれませんね。キングクリムゾン、スターダストクルセイダース始まってましたね。1988年、エジプトのカイロ。長い旅路の果てに、ジョーサー一行は宿敵ディオと対峙した。だが圧倒的な悪のスタンドパワーの前に、仲間たちは次々に倒れている。最後に残されたジョータローはディオとの一騎打ちに臨む。しかしディオはジョセフの血を得てパワーアップしてしまうのだった。実にすがすがしい気分だ。歌でも一つ歌いたいようないい気分だ。100年前に不老不死を手に入れたが、これほどまでに絶好調の晴れ晴れとした気分はなかったな。最高にハッってやつだ。やろう。蹴りをつけてやる、ジョータロー。いきなりクライマックスです。とは言ってもここはチュートリアルな感じなので軽く言ってみましょう。特定の条件を満たすとボーナスがもらえるようなので、なるべく狙ってみましょう。操作をざっと確かめるためにここだけは少しプレイしたので、ちょっとそんな感じのプレイになってます。ゲージに結構種類があって、体力、スタミナゲージの他に必殺技、パートナーとのコンボ、キャンセルやバーストに使うゲージがあるみたいですね。今回はジョータローさん一人なので使わないゲージもありそうですね。間髪入れず最後の攻撃だ。正真正銘最後の時間停止だ。キアガルディオ、オープンだけ。まずは軽くどついてバーストヒットと30ヒットのボーナスを取っちゃいます。よし、取れました。 OVA 版みたいにタンクローリーが落っこちてますね。ロードローラーはないんでしょうか。体力ゲージが1本なくなると強制ダウンみたいですね。そいつはこっちのセリフだぜ。めちゃくちゃハイになってますけど、ボコボコですよ、ディオ君。まあ、ゲームで一番最初のバトルでしたらね。このゲーム、動作後の隙が結構大きいので、しっかりついていくと楽ですね。このままだともう終わっちゃうので、ちょっといろいろ試してみましょう。遅い。はい。うわ、出ましたよ、時止め。ではこちらの時を止めて反撃といきましょう。天才みたい。これでとどめて、ってことですか。いまいち締まらないですね。なんとか倒しました。どんな気分だ、ディオ。ちょっと手間取ったせいでエースは取れませんでしたけど、よしとしましょう。このジョジョリティっていうのは、戦闘中にそのキャラらしい行動をすると得られるポイントのようです。もうちょっとダメージを受けなければ、Sも取れたかもしれませんね。
何かいろいろ取れましたね。消費アイテムとカスタマイズ用のアイテムですね。今回も集めるのは骨が折れそうです。お前に対する慈悲の気持ちは全くねえ。てめえをかわいそうとは全く思わねえ。しかしこのままおめえをなぶって始末するってやり方は俺自身の心に後味の良くねえものを残すぜ。その足が治癒するのに何秒かかる？3秒か4秒か。治ったと同時にスタープラチナをてめえに叩き込む。かかった気な。西部劇のガンマン風に言うと抜きな。どっちが素早いか試してみようぜというやつだぜ。コケに仕上がって。しかし翔太郎、この土壇場に来てやはりお前は人間だ。ごく短い時の流れでしか生きない人間の考え方をする。後味の良くないものを残すとか、人生に悔いを残さないだとか、便所のネズミのクソにも匹敵するそのくだらないものの考え方が命取りや。このディオにはそれはない。あるのはシンプルなたった一つの思想だけだ。たった一つ、勝利して支配する、それだけよ。それだけが満足感よ。家庭や方法などどうでもよいのだ。どうだ、この血の目つぶしは勝った。死ね。てめえの敗因はたった一つだぜ、ディオ。たった一つのシンプルな答えだ。てめえは俺を怒らせた。家教員イギアブドゥル、仲間たちの尊い犠牲を乗り越えて丈太郎は宿敵ディオに勝利した。その肉体は朝日にさらされ塵と化して消滅した。100年にわたって生き続けてきた悪の帝王はついに滅びたのだ。その後、ここまでが原作の流れで、ここからはちょっと様子が違うようですね。翔太郎さんが何か燃やしてるようです。必要なものは私のスタンドである。これは第6部で話に出ていたディオ様が天国へ行く手段を記したノートですね。このノートに記されていたことによって6部で大変なことになるわけですが、それにしてもよくこれだけ具体的な方法を見つけられたもんですね。エンヤマーにでも教わったんでしょうか。14の言葉である。必要なものは勇気である。朽ちていく私のスタンドは36の罪人の魂を集めて吸収、そこから新しいものを生み出すであろう。最後に必要なものは場所である。北緯28度24分、西経80度36分へ行き、次の新月の時を待て。それが
天国の時であろう。今回のアイズオブヘブンというタイトルはやはり天国が関係してるんでしょうか。ともあれ、いよいよアイズオブヘブンが本格的に始まりました。一体どんな話になるのか楽しみですね。ジョータロー、こんなところにおったが。あ、ジョセフおじいちゃん。病院から知らせがあった。プルナレフの意識が戻ったらしい。早く行ってやろう。どうやら最終決戦直後の話のようですね。どうかしたのか。いや、なんでもね。本来ならこれからジョータロフさんたちはそれぞれの故郷に帰っていくわけなんですが、何やら不穏な空気。見つけたぞ、スタープラチナの空城城太郎。あのお方が始末しろとおっしゃるのも無理はない。強力無比なスタンドを操る男だが、所詮私たちのスタンドの敵ではない。一体彼は何教員なんだ。あ、かわいい、じゃなくて次回に続きます。こんにちは、ゆずきゆかりです。前回宿敵ディオ様を倒してサンブラストの空港のシーンからスタートです。引き出しが私に被っちゃったりしたらいけないのでちょっと座ってますね。お客様は18番ゲートへお急ぎください。どうしてもフランスに帰るのか、ポルナレフ。もう身内はいないんじゃろう。よかったらわしの家のあるニューヨークに来ないか。ジョースターさん、身内はいなくてもフランスは俺の祖国なんです。故郷には思い出がある。どこへ行っても必ず帰ってしまうとこなんです。何かあったら呼んでください。世界中どこでもすっ飛んで駆けつけますよ。ゴブを知ってるとちょっと切なくなっちゃうセリフですね。辛いことがたくさんあったが、でも楽しかったよ。みんながいたからこの旅は楽しかった。そうだな、楽しかった。心からそう思う。それじゃあな、しみったれたじいさん、長生きしろよ。そしてそのケチな孫よ、俺のこと忘れるなよ。また会おう。わしのことが嫌いじゃなけりゃな、間抜け面。忘れたくてもそんなキャラクターしてねえぜ、てめえはよ。元気でな。アバよ。いやいや、何度見てもいいシーンです。でも前回の引きから言ってただでは終わりそうにないですね。って、なんか見つけた。なるほどな。このジョジョレイディオでさんざ聞いた声は、そのガタイの良さ、二人ともジョースターさんの子孫ってすぐにわかるぜ。ジジイの知り合いか。いや知らん。でもなんで現代に、しかも若い姿でいるんでしょうか。あんたはどなたかな。おっと失礼、俺の名はジョースター。って名乗らせてもらえないんかい。あれ、フランス行きの便に向かったポルナレフさんが。ポルナレフ、どうしたんじゃ。その怪我は何があった。何が起きてるのかわからねえ。わからねえが、ちくしょう。敵だ、敵がいるぞ。どうじゃ。敵だと言ってるだろうが。気をつけろ、襲ってくるぞ。マジシャンズレッド。アブドゥル、
意義。お前たちは死んだはず。これは一体。変なオーラがかかってますけど、色違いのディスクでも持ってるんでしょうか。ここで戦うことはできん。テクエムが違いますね。無関係の人間を大勢巻き込むことになる。場所を変えるんじゃ。なんてこった。奴らもう追いついてきやったか。やっぱり解説王。解説王じゃないか。この状況に詳しそうですが、今はお預けですね。ジョータロウさんたち、エジプト市内まで逃げてきたようですね。やれやれ。ポルナルフ、どういうことだ。何が起きている。知らねえよ。フランス行きの便に乗ろうとしたら、あいつらが現れていきなり襲ってきたんだ。追ってきたか。まだ逃げるのか。いや、ここで迎え撃つ。逃がさんぞ。あのお方にガイナス愚か者ども、このモハメド・アブドゥルが焼き尽くしてくれる。あ、アイテムを燃やされる。あのお方だと。お前アブドゥルなのか。本当に。それとも。下がってろジジイ。何が起きてるのかさっぱりわからんが、今一つだけははっきりしている。奴らの殺気が本物ってことだけはな。ジョースターさん、ここは俺が行かせてもらうぜ。いよいよ戦わなくっちゃいけないみたいですね。ここからいよいよ2対2のバトルです。戦うのはジョータロウさんとポルナレフさんですね。キャラチェンジもできるみたいですが、今回はこのまま行きましょう。今回からタッグバトル特有の要素が出てきますね。デュアルコンボはいわゆるパワーアップモードで、デュアルヒートアタックは超必殺技です。またこのゲームは体力ゲージが1本なくなると強制ダウンします。ストーリーだとダウンするごとに敵がパワーアップしちゃうかもしれないみたいですね。さて、そんなわけでバトルスタートです。アブドゥルとイギーは俺のために死んだんだ。てめえらみてえな偽物はぶった切ってやる。てめえら何者なんだ。あのお方の邪魔になるものは消す。オープンザゲーム。さて、ここからは完全に自分オブジェクトを壊してアイテムを壊して、あれ、もういいです。投げてぶつけます。あれ、意外と弾速遅い。よし、普通に戦いましょう。犬を痛めつけるのは心が痛むんですが、仕方ないです。カブさんがどこへ行く。包まれていた。援護しよう。私を炎を喰らえ。ここで来ちまった。援護しよう。あ、相手のデュアルコンボモードです。こっちも人がやってやるんですか、これ。なくするな。もう容赦かも。行くぞ。任せろ。シルバーチャリオット。行くぜ。ダメ押し。かっこいい。特定の組み合わせなので
デュアリティコンテクストの特殊演出です。相手がイギーなのでやりすぎた感がありますが、お前の思いを無駄にはしない。敵の相方を倒すと残った方がパワーアップしちゃいます。紫色の体力ゲージが追加されて、それをなくさないとダメージを与えられません。攻撃にスーパーアーマーがついたりしちゃうのでかなり厄介です。バーストも効きませんね。でもスペルで連携しちゃえばなんてことはないのです。私が敵を使う。実は一気に飛べない。さあ空中に打ち上げたところです。チープフィニッシュ。もういや。この炎と砂の感触はまさか。やれやれだぜてめえら、きつい戦いさせやがった。ジョータロウさんたちは何か分かったみたいですね。今回も S が取れませんね。カットしてますがだいぶぐたってましたからね。今回の戦いから経験値が入りましたね。レベルが上がるとスキルを解放するのに使うポイントが手に入ったり、基本攻撃力が上がったりします。さて、てめえらの正体を調べさせてもらおうか。ジジイ。おじいちゃんを顎で使う孫。うん、わしのハーミットパープルの出番じゃな。なんだこの光は。あ、待て。ワープしちゃいました。光を発して消えよった。一体奴ら何者なんじゃ。あいつらは本物だぜ、ジョースターさん。なんですと。俺はどちらともやり合ったことがあるからわかる。間違いねえ、あいつらは本物のアブドゥルとイギーだ。これ以上にない説得力です。バカな、そんなはずは。いや、しかし。誰だ。新手のスタンド使いか。さすがだな、あの二人を退けると。か、華教員。それにてめえは。また死んだ人たちが。何を驚いている。アブドゥルたちと同じだよ。僕とこのウンドゥールはあのお方に忠誠を誓った。死人すら蘇らせるスタンド使いってことですよね。お前たちを始末する。華教員さんにもオーラが。華教員、お前もかよ。どうなってやがる。下がれポルナレフ、次はわしがやろう。どうやらまたやるしかないみたいですね。今度はおじいちゃんの出番です。今度は逃がさん。ハーミットパープルで洗いざらい吐き出させてやるからの。そんなこんなで次回に続きます。こんにちは、ゆずきゆかりです。前回華教員さんとウンドゥールさんと対峙したところからスタートです。今回は操作キャラを変更してプレイしてみましょう。ジョセフおじいちゃんを選択してみましょう。そいつはすでに敗北している。相方はジョータロウさんで、やれやれだ。この二人でもデュアルヒットアタックが特殊なものになるみたいです。それでは早速行ってみましょう。時間を消し去った。ん？華教員とムンドゥールのコンビだと。異色のコンビですね。距離を置かずにガンガン攻めるぞ。
無理だな。お前たちは近寄ることも。課長 A さんがすっかり登場初期のキャラに。狙い撃ちにしてくれるわ。厄介そうな遠距離コンビです。オープンだけ。さて、ジョセフおじいちゃんはどんな性能なんでしょう。なんじゃこれは。まずは遠隔スタンドを操るウンドゥールさんから狙っていきましょう。リーチの長い攻撃が特徴みたいですね。ハヌミが全員ヒットするとなかなかいいダメージです。おじいちゃんのスタイルアクションはどういう効果なんでしょう。で、遠隔攻撃される前にガンガン攻めていきましょう。相手のデュアルコンボモードです。連携される前にこちらでロケットを持ちます。バックアタックです。あ、ユンミールさんがスタンドを出してきました。すごく良い。しかも小さくて攻撃が当たりません。やはり本体を倒すのが大切ですね。私の出番じゃな。アーミッドパーフェル。オーマイガー。やれやれ、なんてな。今じゃ。おら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 。さすがジョセフおじいちゃん、抜け目ないです。残った華鏡兄さんがパワーアップしちゃいました。こちらもデュアルコンボを使って一気に畳みかけたいところです。あ、できました。タッチパッドボタンって NGS5 の左下に丸い印がついたアイコンを見慣れていたので、左下のデュアルコンボの文字の横のアイコンがタッチパッドボタンに見えませんでした。とにかくメリットが多いのでこれからはガンガン使っていきたいです。というわけで、デュアルヒートアタックで使います。これは死んだ。遠距離スタンドコンビがこれほどあれとは。結構苦戦しちゃいましたね。不意に背中から攻撃されるとバックアタックで大ダメージ受けちゃいますからね。まあ次頑張りましょう。信頼度が上がると掛け合いが変化したり、デュアルヒートアタックの威力が上がったりするみたいです。あ、生きてた。やはり強いな。だがあのお方のために捧げると誓った我が身、今はまだ果てるわけにはいかん。この場は一時引かせてもらうぞ。さらばだ、ジョースターども。また逃げられちゃいました。くそ、逃げられた。いや、華鏡院は捕まえたぜ。気絶してたらさすがにワープできないみたいですね。ルールのことは後回しだ。華鏡院をハーミットパープルで調べてみよう。待ちな。あ、外説王。また新しいのが出てきやがった。誰だてめえは。おめえはさっき空港で会った。ジョセフのじいさんよ、これはあんたの力じゃどうにもならねえ。俺に任せてもらおうか。やっぱりこの状況に詳しいみたいですね。この聖なる遺体の力でよ、あんたらの仲間を元に戻す。まさかの聖人の遺体。なんじゃと。聖なる遺体。あ、オーラが消えました。ここは城太郎。それにジョースターさん、ポルナレフ。華鏡院、正気に戻ったのか。正気に戻ったみたいですね。そうだ、ディオ、ディオの能力見破ったんです、奴の能力を。落
ち着くんじゃ華経院。ディオとの戦いはもう終わっておる。亡くなる直前の記憶までしかないんですもん。あんた何者じゃ。なぜわしの名を知っておる。今華経院に何をしたんじゃ。一体何が起きてるんじゃ。待て待ちな。あんたも落ち着けって。ああ自己紹介が遅れちまったな。俺の名はロバート・ E.O. スピードワゴン。あんたたちに頼みがあってここまで来た。とうとう名乗ってくれました。スピードワゴンだと。そりゃスピードワゴン財団の創設者の名前だろうが。そりゃこんな反応もしますよね。てめえ新手のたがりだな。オーマイガーッ。いや違うぞポルナレフ。なんてこった。思い出したわい。確かにあんたは昔見たスピードワゴンの若い頃の写真と同じ顔じゃ。俺の顔を知ってるのか。なら話が早くて助かるぜ。おじいちゃんだけは気づいたようです。こいつは聖なる遺体と呼ばれているものだ。聖なる遺体。分かりやすく言えば大昔に死んだ偉い人のミイラってことだよ。俺はこの聖なる遺体に導かれて様々な時代を渡り歩いてきた。世界では飽き足らず今時代まで旅する解説を。世界にはとんでもねえほど巨大な危機が迫っていて、その影響で異変がそこら中で発生してる。そこの華経院ってあんちゃんみたいにな。つまり本来死んだはずの華経院やアブドゥルたちが異変のせいで蘇ったというのか。構いません、ジョースターさん。僕の記憶はリオの攻撃を食らってタンクに叩きつけられた後途絶えてしまっている。それがなぜジョースターさんたちを襲ったのか、僕も本当のことを知りたい。華経院、お前さっきあの大方とか言っていたが、そいつは何者なんだ。それがスピードワゴンの言う危機ってやつなのか。わからない。何も覚えていないですよね。それであんたの頼みとは。単刀直入に言う。聖なる遺体を集めるのに協力してくれ。聖なる遺体は全部で9個の部位が存在する。遺体には不思議なパワーがあるが、あと8個集めると1人分の遺体となって真のパワーを発揮するんだ。そうすれば全ての異変を鎮め危機を撃退できるはずだ。多分実は俺にもよくわからねえんだ。遺体を持つようになってから耳元でささやく声が聞こえるようになってよ、その声に導かれて俺はここまで来たんだぜ。まあ聖なる遺体がどんな力を持ってるかなんてわかるわけないですよね。おいおいおい、こいつ大丈夫かよ。まあ待て、一通り聞こうじゃないか。俺が元いた時代はよ、異変のせいでめちゃくちゃになっちまった。そういえば元祖のジョースターさんはどうしてるんでしょうか。俺だけじゃ何もできねえ。この聖なる遺体はあんたたちと出会うように俺をここまで導いた。つまりあんたたちはこの世界に訪れつつある危機に対抗する力を持ってるってことなんだ。多分あの女突拍子もねえって思うだろうがよ、頼む、俺と一緒に来て戦ってくれ。シュールよの。散々奇妙な冒険をしてきたつもりだったが、今度のはまた一段とおかしな話やわい。みんなどう思う。やれやれ、とんでもなくイカれた話だな。俺はあの男の言うことが全く理解できねえし信用できねえ。しかしよ、
下級員を戻してくれたことは確かなんだよな。僕は信じます。もちろん信じざるを得ません。アブドゥルやイギー、ウンドゥールたちが襲ってきたのも紛れもない事実。よし、いいじゃろ、スピードワゴンのじいさん。というのも変じゃな。ああ、スピードワゴン、わしらはあんたに協力することに決めたぞ。ありがてえ、助かるぜ。なんじゃこれは。聖なる遺体が共鳴してるんだ。近くにもう一つ聖なる遺体があるぞ。何？やはりこの近くに遺体があるみてえだ。手分けして探してくれ。でも前世紀の丈太郎さんなら何とかしてくれるような凄みがありますね。ここからは探索パートですね。フィールドを歩き回ってアイテムや情報を集めたり、シンボルエンタウントの敵と戦って経験値を稼いだりできます。この辺りに聖なる遺体があるようなのでサクッと見つけちゃいましょう。おう、おや、あれですかね。これは。その遺体はあんたを選んだんだ。なくさねえようにしっかり持ってなよ。懐に入れてますけど、実際は体にめり込んでるんですよね。これは何じゃ。まるで光でできたヒビというか隙間のような。この光のヒビは聖なる遺体が生み出す現象だ。光のヒビの中に入れば別の時代へ移動することができるんだ。よし、それじゃあ行くぜ。俺についてきな。すごい普通に入っていきましたね。なんじゃプルナレフ、何を笑っておる。いや、アブドゥルとイギーが戻ってくるかもしれねえ。そう思ったら嬉しくなってよ。それにまたみんなと旅ができるなんて思ってなかったし。僕もです。悲しい別れが多かったので、ポルナレフさんが嬉しがるのもよくわかりますね。やれやれだぜ。結果的に画教員さんも蘇ったわけですし。さて、第一章が終わったところで次回に続きます。こんにちは、ゆずきゆかりです。黄金の風、今回は第2章からのスタートです。2001年のイタリア、ディオの息子でありながらジョースターの血統を受け継ぐジョルノ・ジョバーナ。ギャング組織パッショーネに入団した彼は、正義を貫くため組織に反旗を翻した。そして何人もの仲間を失いながらも、ギャングのボスディアボロを激しい戦いの末に打ち砕いたのだ。第2章は第5部の話みたいですね。もうボスが倒されちゃった直後のようです。ここはコロッセオだな。俺はあちこちを放浪してきたからわかる。間違いねえ、ここはイタリアのコロッセオだぜ。さすが解説王。エジプトからイタリアまで一瞬で移動したってのか。場所だけじゃねえ、時代も変わってるはずだ。
おい、ジジイたちはどこだ。そういえばいませんね。俺たちとは違う場所に出ちまったみたいだな。え、何、大勢で光の日々に入ると移動先が少しずれることがあるんだよ。最初に言うべきじゃないですか。とは言ってもだ、そんなに離れた場所じゃねえ。すぐ近く、そこら辺にいるはずだ。コロッセオを回って他の連中を見つけようぜ。なんて大雑把な。ああそうだ、一つ言っとく、遺体は異変を鎮めるたびに共鳴しやすくなっていく。もし異変にとらわれてるやつと出くわしたら、俺がやったみてえにあんたの持ってる遺体でどんどん解放してやりな。聖なる遺体の導きに従って行動すること、それは聖なる遺体に至る最短の道なんだぜ。やれやれだぜ。そういうことは早く言いな。まったくですね。あれは、あ、ジョレノたちです。ついにやったのね。あたしたちなのね。勝ったのは。ついに。原作のラストシーンですね。ブジャラティも魂は戻ったが肉体は負傷している。コロッセオで俺たちがどうなったか気持ちが似立ってるはずだ。行くぞジョルノ、ブジャラティを治療して故郷に帰ろうぜ。もうコロッセオにいますし、ああ少し時間も違いますね。行今行くよ。ミスター、トリッシュ、どこだ。いない。さっきまでここにいたのに。何やら様子がおかしいです。ブチャラティ、無事だったのか。あんたの魂は空に登っていったとばかり。ミスタとトリッシュは拘束させてもらった。俺のジッパーでな。そしてジョルノ、お前が死ねば何の問題もなくなる。完全に役落ちしてますよこれ。スティッキーフィンガー。今ゴールドエクスペリエンスで触れて分かった。ほとばしるような生命エネルギーを感じた。理由は分からないが別人だ。このブチャラティは今までのブチャラティではない。あのお方に届きうる能力を持つ者は消す。レクイエムのことですね。あのお方だって何のことだ。やれやれ。あ、丈太郎さん、どうやら異変ってやつが今まさに発生しているようだな。誰だ。観光客か。引っ込んでろ、怪我したくなけりゃな。一般人は知らなくていい世界がある。悪落ちしても無関係の人には優しいブチャラティ。どんな世界だ、ぜひ教えてもらいたいな。警告はしたぜ。敵あんたもスタンド使い、しかも強い。スティッキーフィンガーズより早く殴るなんて。貴様、殴った。スタープラチナがスティッキーフィンガーズを。これです。こういうグラドが見たかったんですよ。スタンド使いか。そのパワーとスピード、まともにやり合うのは危険だな。ここは二人に任せるとするか。二人？ブチャラティ！消えた？逃げられたか？
まさかナランチャのエアロスミス。ナランチャも蘇っているようですね。あと一人は誰でしょうか。ナランチャ。あなたまで死んだ人以外に敵になっちゃうんですか。覚悟してもらおう、ジョルノ。二人でやんのかよ、フーゴ。エアロスミスとパープルヘイズでよ。おい、おめえもスタンド使いだろ。手貸しな。あいつらを元に戻してやる。はい、わかりました。さすがジョルノは物分かりがいいですね。さてナランチャ&フーゴ戦です。とその前にアビリティを習得しておきましょう。まだジョータロウさんはそんなにアビリティを習得できませんが、今後は新しい技解放を優先していきたいと思います。今回はジョルノを使っていきたいと思います。原作終了後の話なので、ひょっとして最強クラスなんじゃないでしょうか。無駄無駄、やれやれだ。それでは行ってみましょう。ああなるほど。空城城太郎だ。名前を聞いておこうか。ジョルノ・ジョバーナです。お互い名乗っているだけなのに、すごく感慨深いものがあります。僕のウイルスで。ゲームだからまだいいですが、フーゴが敵に回るのなんて恐ろしい話です。また登場初期みたいに柄悪くなってますね。ラストエアロスミスが出てきました。いますね。やはり本体を狙った方が良さそうですね。とは言っても、フーゴのウイルスの厄介なので、放置してもいられません。エアロスミスも引っ込みましたし、どんどん攻めていきましょう。やはりフィートリブコのキャラは扱いやすいです。デュアルコンボで一気に畳みかけましょう。お願いします。行くぜ。デュアルコンボ中出現する左上のゲージが溜まればコンボフィニッシュです。一気に攻めてフィニッシュを狙いましょう。フィニッシュに成功すると体力が回復するので、どんどん狙っていきたいです。 R1 のスタイルアクションが溜まったので、ゴールドエクスペリエンスレクイエムを発動しましょう。行きますよ。ゴールドエクスペリエンスレクイエム。あれ、なんか通常攻撃が取り上がった。強いのは間違いないから見えますが、使いこなせません。ここはデュアルコンボです。いくぜ。仕方ないですね、パープルヘイズ。今です、任せろ、エアロスミス。食らいやがれ。なんてえげつない変化。ゴールドエクスペリエンスレクイエムは特殊効果が切れちゃいましたが、とどめといきましょう。行くぜ、まずは俺が行くから。ダメ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 。逃げない。レクイエムは使いこなせませんでしたが、それでもジョルノは普通に強いですね。またジョルノを使うことがあったら、ちゃんとレクイエムの命を変えたいですね。お前、
なかなかやるじゃねえか。なんてスタンドだ。圧倒的なパワーと超精密な動き、2つの特性を兼ね備えてる。ジョルノのスタンドが破壊力 C ですもんね。それでも自動車叩き壊してましたけど。強すぎる。こんな奴がいるなんて。近寄られるのはまずい。離れて体勢を立て直さなくては。待ってください、フーゴ。ワープだけはどうしようもないんですかね。消えた。逃げられたか。だが一人は捕まえたぜ。ナランチャは気絶したままですね。あれジョルノ。ナランチャ、僕が分かりますか。俺どうしてたんだっけ。そりゃ気がついたらボスに殺されてたんですから、わけがわからないですよね。あ、みんなもここに来てたんですね。どうした、何があった。異変ってやつに出くわしたところだ。でもフォルナレフさんはいないみたいです。これは逃げていった二人を追跡しろってことか。ジジイ、科教員、こいつを見ていてくれ。俺たちはこの光の中に入って逃げた奴らを追う。いいな。これでブチャラティたちを追うことができるのですか。わかりました、行きましょう。さすがの黄金の理解力。そんなわけで次回に続きます。こんにちは、ゆずきゆかりです。前回、丈太郎さんが異変に遭遇したジョルノと出会ったところからスタートです。光のひびの影響でコロッセオからワープしたみたいですね。プロシュート兄貴たちと遭遇した駅のホームでしょうか。ここは、ネアポリス駅だ。コロッセオからネアポリス駅へ移動したのか。200キロ以上移動したことになりますね。この場所のどこかに奴らがいるはずだ。さっさと探すぜ。本当にいるんでしょうか。また探索パートになりましたね。ここら辺はサクッとカットしちゃいます。あ、ボルナレフさん、あんなところにいたんですか。お、ジョータロー、探したぜ。ボルナレフ、こんなところにいたのか。そいつは何だ。亀のココジャンボですね。この亀か。ホームの向こうにいてよ、誰かに踏まれるんじゃねえかと思って水飲み場まで持ってきてやったんだよ。小動物にも優しいポルナレフさん。ジョータロウさん、何かあったんですか。誰だ。ジョルノ・ジョバーナ、この時代での異変に巻き込まれた当事者だ。この人はどこかで見たことがあるような。コブのフォルナレフさん、結構変わり果てちゃってますもんね。この男はまさかここまで追ってくるとは。ブチャラティ、本当に光のひびを使って追ってきたのか。お前たちも聖なる遺体を集めているのか。お前たちもって。やつが異変か。叩きのめして遺体の光を当てればいいんだよな。やる気満々ですね。接近パワー型のスタンド使いだ、気をつけろ。へっ、任せとけ。いいだろう、やるというのなら構わん。こちらも徹底的にやらせてもらおう。
徹底的にやる味方を呼んだ。味方？ポルナレフ。な、何にゃて、てめえはバニラアイス。バニラさんまで蘇っちゃった。どうした、そんなに驚かなくてもいいじゃないか。動揺する、それは恐怖するということだぞ。お前は俺に恐怖を抱いているな。その通りです。やかましい！ジョー太郎、奴の相手は俺がする！僕も戦います。今度はジョルノとポルナレフさんのコンビですね。今回はポルナレフさんを操作していきましょう。俺のスタンドはシルバーチャリオット。解説王を使えるの？まあ話の流れ的に今回はジョルノで。それでは行ってみましょう。コスメ蘇ってるんでしょうかね。てめえ、すり削ってやるぜ。二度と生き返らねえように。めちゃくちゃやる気ですね。無理もないですけど。あんたのためにあんたを倒す。今度は逃がさん。必ず仕留めてやる。怖い。ここで息の根を止める、ジョルノ・ジョバーナ。オープンだゲーム。まず後ろにアイビンを振っちゃいますね。もらってしまおうか。では、何かで撃てる。ウチャラティの足元に設置したジッパーを踏むと動きが止まるみたいですね。厄介そうなので、バニラさんを先に倒しましょう。やっぱりシルバーチャリオットはかっこいいですね。ぶっちぎるぜ。スタイルアクションのキャッシュパージも使っていきましょう。あっという間にこんなフィニッシュ。慎重に行ける。ってことで本来フライになってますね。ではあります。やめて。とにかく普通にバニラさんですが。お前の意思は受け取った。すっごい飛んできた。そこだ。あ、ちょっと色ごと飛んでを流せてみる感じです。ちょっと、それずるいですって。ジョルノは犠牲になっている。受けて、手止めぶっちぎるぜ。え、ここは僕だ。シルバーチャリオット、今度の剣様がどうだ。やっぱりかっこいいです。天がちょっぴりだけ許してくれた。一発あるんでしたっけ。ひとたまりもないはず。今度こそ終わりにしましょう。ぶっちぎるぜ。え、何この視点。目を覚ましてください、ブチャラティ。今度という今度こそあの世へ行きやがれ。そしてこの扱いの差である。今回はいい感じに行けました。ジョジョリティもほとんど取れたみたいです。あれ、まだ二人とも倒れてないですね。その剣、
相変わらず鋭いな。全身で味わった人が言うと違いますね。気に入ったぞ。お前を倒せばあのお方はさぞお喜びになるだろう。チッ、またあのお方かよ。誰だそいつは。私が忠誠を誓うのはこの世でただ一人。ああ、やっぱり。何？ポルナレフ、お前は私のスタンドが飲み込んで殺す。なんだと？てめえ待ちやがれ。ジョルノ・ジョバーナ、やはりお前の能力は厄介だ。だが次はない。ブチャラティ。ああ、両方とも逃げられちゃいました。逃げられてしまったか。おい、ひょっとして今のバニラアイスという男。ああそうだ、アブドゥルとイギーをやったクソ野郎だ。あいつも異変のせいで蘇ったってことか。火に当てて塵にしてやったのによ。待てよ、おかしいな。野郎はディオの血で吸血鬼になってたはずだ。昼間にこんな場所へ出てこられるわけがねえぞ。そういえばそうでしたね。別人ではないでしょうか。ブチャラティ、ジッパーを使う男のことですが、理由があって彼の体には生命エネルギーがゼロの状態のはずでした。ですが先ほど戦った彼にはエネルギーが満ち溢れていた。同一人物だが別人、そうとしか考えられない。まさかあの能力の。でもバニラさんが忠誠を使ってるし。そう言われてもよ。正直に言うとだ、俺たちも何が起きてるのかよく分かってね。いろいろ知ってるはずの案内人はいるが、なんというかちと大雑把すぎる野郎でな。まったくですね。あ、遺体が共鳴し始めたぜ。この駅のどこかに聖なる遺体があるようだな。まさかこんな人目のつくところに。おや、あれですかね。これは。今度の遺体はジョルノを選んだみたいですね。よし、遺体が手に入ったぜ。聖なる遺体の部位は全部で何個だったっけ。スピードワゴンは全部で9個あると言っていたな。ふう、先は長いぜ。やっと3つですからね。あ、やっと来た。お、なんだ、聖なる遺体をもう見つけちまったみてえだな。来るのが遅れちまってすまねえ。コロッセオでこの二人と出会ってよ、事情を説明するのに手間取っちまったんだ。ミスタートトリッシュも無事だったんですね。ジョルド、よかった、無事だったのね。
ミスタートリッシュ。そうか、ブチャラティが離れたからジッパーの効力が消えたんですね。なあ教えてくれ、どうしてブチャラティが俺たちを襲ってきたんだ。それになぜナランチェが生き返っているの。何が起きたんだ。俺何も覚えてねえ。そりゃ無理もないですけど。僕にもよくわからないんだ。でもあなたはご存知なんですね。スピードワゴンだ。詳しい話は後でさせてもらうがよ、俺たちは聖なる遺体の部位を集めてる。そしてそれにはあんたたちの協力が必要なんだ。頼む、俺たちに力を貸してくれ。一つだけ確認させてください。この聖なる遺体の光を当てればブチャラティやフーゴは正気に帰る、そう考えていいのですね。ああそうだ。わかりました、僕たちも協力しましょう。また心強い仲間が増えましたね。あ、そのカメは？おっと、そうそう、こいつを見てくれ。ミスターたちに教えてもらったんだが、このカメ、背中が不思議な空間につながっててよ、中が何人でも入れるくらい広い部屋になってるんだ。このカメを利用すれば光のひびで離れ離れになるってことは防げるぜ。見てろ、こうやって入るんだ。なるほど、旅の問題が一つ解決しましたね。消えた？もしかしてスタンド能力か。このカメスタンド使いなのかよ。待ってください。ん？俺？ずっと気になっていたんです。今はっきりと分かりました、あなたの正体が。正体だと？何のこった？そういえば紹介されそびれてましたね。カメのポルナレフさんですね。カメのって？いや、は？なんだって？そうだよな、俺もさっきからずっとそう思ってたんだよ。俺も！あんたカメと入れ替わってたポルナレフだろ。カメと入れ替わってた？カメの時よりも若い感じがするわ。カメの時？おいちょっと待て、話が見えねえな。まるで俺がカメになるみたいなこと言いやがって。あ、イタリアのジョーク。ねえ、ひょっとして言うのまずかったかしら。ここんとこ異常なことばかり起こってたんで感覚が麻痺しちまってたがよ。冷静に考えるとカメになるって相当ショッキングなことだぜ。黙ってた方がよかったか。ジョルノ、お前が言い出しっぺだからな、お前が何とかしろよ。見てる側としては非常に面白いんですけどね。わかりました、すみません、気のせいでした。何でもありませんよ。ジョー太郎さん、亀の中に入ればいいんですね。お先に失礼します。そうそう、気のせいだったぜ。ごめんなさい。あんたはよ、亀にならないからよ、安心しろよな。おい待ちやがれ、説明しろ己ら、気になるだろうが。そういえばゴブナレフさんはいないんですかね。何かわしらにはよくわからんが、ポルナレフと彼らには縁というかつながりがあるようじゃな。
やれやれだぜ。華経院はもう亀の中に入っとる。さあ光の日々で移動するとしよう。やはり聖なる遺体に導かれたか、ジョルノ・ジョバーナ。ボス。次回に続きます。こんにちは、ゆずきゆかりです。今回から第3章に入ります。暗くて見づらいですが、オーソンが見えますね。やっぱり、第3章は4部の話のようです。1999年の日本、 S 市森王町に住む不良の高校生東方丈介。彼は仲間たちと協力して森王町に潜む恐怖の殺人鬼吉田義景と戦い、これを倒すことに成功した。こちらも原作終了後の話のようですね。あ、おじいちゃんも外にいる。ここは日本じゃねえか。この町はまさか見覚えがあるような気がする。ひょっとして。どうしたジジイ。いや何でもないぞ千代太郎。さあ聖なる遺体を探そうじゃないか。ごまかしてますが完全に感づいてますね。あれは丈介くんに光一くんですね。奥安のやつ、風邪で欠席なんぞしやがってよ。どうせずる休みだろ。家に行ってとっちめてやろうぜ。もう何言ってるの。お見舞いでしょ。お、おい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 、マジか。こいち見ろよ、すげえ。丈太郎さんにクリソスなやつがいるぜ。四太郎さんが帰った直後ですからね。何者だありゃ。ここらじゃ見ねえ制服だよな。世の中には三人そっくりなやつがいるって言うけどよ、ちょい似すぎだろ。ねえ丈介くん、丈太郎さんにそっくりなんじゃなくて、丈太郎さん本人じゃない？別人だよ。似てっけどよ、若すぎるぜ。そうかな。おい。はい、何でしょうか。一つ尋ねるが、この辺りで何かおかしなことが起きたりしてねえか。おかしなこと？この森王町でですか？質問の意図がよくわからない。森王町はスタンド使いのせいでおかしなことばかりだし、そもそも丈太郎さんのそっくりさんと話をしてる、この状況もおかしいよ。光一くんの心の声がすごい原作っぽい。あわわ、これは。奥安、おめえ何街中うろついてんだよ。やっぱ仮病使ってやがったな。許せねえ。あ？俺たちを邪魔する野郎は許せねえ。ザ・ハンゴ！スタープラチナ、時を止めたぜ。やれやれ、
異変の影響を受けたスタンド使いか。今のはスタープラチナザワールド。奥安くん、いきなり何を。早速時止め使いこなしてますね。1988年の全盛期の能力か。なるほど。あれ、オーラ出てない。ロハン先生、実に興味深いよ。始末する前に君を本にして読ませてもらうとするかな。あ、やっぱりダメだった。もちろん君たちもね、高一くん、ジョースケ。おい、ロハン、何わけわかんねえこと言ってやがる。君たちはあのお方にとって邪魔なんだ。だからまとめて削り取ってやる。奥安くん、ロハン先生。奴ら本気だぜ。こいち、スタンドで身を守れ。奥安くんとロハン先生まで敵になっちゃいました。でもジョースケくんと高一くんが操作できますね。アビリティの割り振りはカットしてますが、技解放を優先的にしています。しょうがねえ、やるしかねえ。なぜ奥安くんやロハン先生と戦わなくちゃいけないんだ。仲良しなのにこうなっちゃうのは辛いです。俺はこの虹浦奥安のザ・ハンドが消す。書き込んでやるよ、君たちはここで死ぬとね。先生が言うとシャレにならなすぎます。最近生き物以外のご本にしてますし、ジョースケ君には使いやすい分析対策です。これ、モンスター取った。ロハン先生の攻撃ですね。何か状態異常をつけられちゃったみたいです。どうやらスキルが使えないみたいですね。隙も治ったのに負けつけられちゃいました。ロハン先生には仕留めしないとダメですね。デュアルコンボで一気に攻めましょう。まずは奥安くん撃破です。ヘブンズドアーが厄介でしたが、一人なら何てことはありません。一気に決めちゃいましょう。やるぜこいつ。いけグレートだぜこいつ。準備 OK だよ。いくぜ。この2人も特殊デュアルフィートアタックです。原作にはないドラララの文字を使った連携がいいですね。2人とも大丈夫？心配ねえぜ小一、俺がすぐに直すからよ。ジョースケ君の能力は本当便利ですね。序盤少しダメージを受けて、前回のようにうまくはいかなかったですね。次頑張っていきましょう。深く、ここは引くか。また二人とも逃げる元気があるみたいですね。待ちな、こっちの用事は終わってねえぜ。スタープラチナザワールド。ダブル。ああ、やはりちゃんと捕まえないとダメみたいですね。おくらす！てめえ待てよ！でも、ロハン先生は戻りましたね。
光一くん？え？なんだ？露伴先生？元に戻ったんですか？こいつのことは任せたぜ。俺は逃げた奴を追う。あっちに行ったな。はい、お願いします。丈太郎さん、奥安くんも戻してください。ああ？おめえ、なぜ俺の名前を知っている？え？あ、ついうっかり呼んじゃったけど。本当に丈太郎さんなんですか？どうしてそんな学生みたいに若くなってるんです？学生みたいにだと？このお互い噛み合ってない感じがまた面白いですね。ここはボヨヨン岬のある別荘地でしょうか。おじいちゃん、こんなところにいたんですね。ジョタロウ、日本ってのは案外広いもんじゃの。道に迷ってしまったわい。おどおどしすぎですよ。ジジイ、今さっき未来の俺たちと顔見知りになってる連中と会ったぜ。この森王朝は俺たちのいた時代から10年以上も先だとよ。ん？さっきの東方丈助、おめえの名前は光一に聞いたぜ。奥安って言ったか。ダチはどうした？よくわからねえ。ここまで追ってきたんだが、体が光ったと思ったら消えちまった。なあ、あんた、さっきスタンドで時間を止めたよな。ひょっとしてあんた、風城丈太郎さんか？そうだ。おお、マジかよ。未来の顔見知りなので噛み合うのが早いですね。何？あれはハーベストだ。もしやとは思いましたが。なぬ？なんじゃあのちっこいのは。シゲジは死んだはずなのに。待て！とりあえず次回に続きます。ピンポーン。こんにちは、柚月ゆかりです。前回ボヨヨン岬で丈助くんがハーベストと遭遇しました。死んだはずのシゲチーくんのスタンドがとにかく捕まえてみようということです。バトルだけじゃなくてこういうミニゲームも随所にあるみたいですね。ハーベストはそこらにいるみたいですね。まずは群れ一つ、どんどん行きましょう。そこら中にアイテムもありますね。樽は投げつければいいのかな。動きが止まるみたいですが、ちょっと遠かったですね。もうちょっと近づいて投げてみましょう。あ、避けられた。丈助くんの足が速いので普通に捕まえられますね。あのバイクは乗れるのかな。おお、こんなアクションまで。ただ私、ゲームの乗り物ってどうも苦手なんですよね。アクセルがでかくにしかできない。突撃って何かと思ったら乗り捨てでした。あとはあの群れだけですね。これで全部捕まえました。無事 S ランクも取れましたね。
時間自体はそこまでかからなかったですからね。とは言っても本題はここからなんですが、うまくおびき寄せてやったぞ。この独特なシルエットは、オラのハーベストは無敵なんだぞ。お前らみんなやっつけてやるぞ。嘘だろ、シゲチ。やはりシゲチ君でした。クールに決めてやるぜ。服役中の音石さんまで。てめえは音石明。どうしてシゲチと音石が一緒にいるんだ。確かに妙な組み合わせですね。知り合いみてえだが気を許すなよ。奴らは今敵だ。ハーベストとチリペッパーのコンビってよく考えると恐ろしいですね。まあ無敵のスタープラチナのジョータロウさんもいますし、なんとかなりますが、引き続きジョースケ君操作でいきたいと思います。また通常デュアルヒートアタック。引き続きこの別荘地で戦うようですね。ギタギタにしてやるぞ。よく見るとすっごい福耳ですね。覚悟しねえよてめえら。ギターを見てるとマキさんを思い出します。やるってんならやってやるぜ。俺はやると言ったらやる男だぜ。二人ともやる気満々ですね。オープンだけ。相手は2人とも遠隔操作できるスタンドなので、一気に距離を詰めちゃいました。さすがのタルト。シゲチー君も遠距離攻撃をしてくるので油断できませんが、あ、音石さんがスタンド出しましたね。めっちゃギターを弾いた。問題なくぶっ飛ばしました。ジョースケ君のスタイルアクションは味方を直したり破壊した地面を使っていろいろできるみたいですね。一気に攻めちゃいましょう。行くっすよ。行くっす。うわぁ、いい。恐ろしいスタンドですが、こうして見ると結構ちっちゃいですね。チリペッパー、すっごい飛んだ。改めてすごい能力ですね。エコーズ。まずは音石さんを撃破です。あとはオーラに任せるんだろう。とどめはデュアルヒートアタックで撃ちましょう。行くぜ。行くっすよ。行くっす。ジョースケ君の口調がちゃんと変わってるのがこの手。一旦おめえを直せばよ。ドラドラ。相変わらずいいラッシュですね。これで全然卑怯じゃねえわ。たぐ、やりづれえ戦いだったぜ。結構派手にぶちのめしちゃいましたけどね。ここのところ順調でいい感じです。このまま高評価を維持していきたいですね。アヒーつ、つえに、逃げるだ。あら、まだ捕まえられませんか。シゲチ、待てよ。おトイチ、逃げんなこの野郎。こうなっちゃうと時間を止めても浄化は間に合わなさそうですね。消えちまった。奥安の時と一緒だ。ジョータロウさん、教えてくれ。今何が起きてるんだ。奥安と露伴はどうしちまったんだ。
シゲチンはなんで生き返ってる？ジョータロさんはどうして若返ってんだ？不可解なことだらけでも割と冷静ですね、ジョースケ君は。俺はめんどくせえ話をするのが嫌いでな。ジジイ、頼むぜ。丸投げ。何？亀の中に入って説明してやってくれ。わしがか。いや、しかし急に振られても心の準備が。俺、爬虫類が苦手なんすよ。亀なんかに近寄りたくねえっす。やかましい。さっさと行け。怖え。若い丈太郎さん怖え。無理じゃ。わしにはとても。多分光一くんから丈介くんの父親のことも聞いてるんでしょうね。無理やりですが、丈太郎さんなりに気遣ってるのかもしれません。やれやれだぜ。丈太郎さん！光一くんたちも追いついてきましたね。それに、露伴つったか。なるほど、なるほどね。丈太郎さんの10年前を想像して書くとしたら、確かにそういう感じになるかもな。知人の過去の姿なんてとんでもないネタですね。スケッチしてもいいですか？一応敬語を使わせてもらいますよ。今は僕の方が年上だけど。おめえ、さっきは俺のことを1988年の俺を知ってるみてえな口ぶりだったな。それにあのお方とも言っていた。そうらしいですね。僕が意味ありげなことを喋ってたって光一君から聞いた。だけど今は何も覚えていない。何のことだかさっぱりだ。まるで頭の中にもやがかかったみたいに思い出せない。家教員さんたちと同じですね。家教員もそうだったな。異変の影響を受けている時のことは覚えていないか。光一くん。ゆか子さん。こんなところにいたのね。探すのに苦労したわ。手間かけさせやがって。あんたたちみんなバラバラに引き裂いてやるわ。まさかそんな。あれが異変の影響ってやつかい。ちょいと観察させてもらうとするかな。怖すぎですよ。2対1とはいえ相手のレベル高いですね。でも光一くんと露伴先生のコンビは面白そうです。この2人の特殊デュアルヒートアタックあるみたいですね。ぶちのめすわ光一くん。怖い。山岸ゆか子くん、君の光一くんに対する思いには尊敬するものがあったんだが。情熱だけはすごいんですけどね。ゆか子さん、正気に戻って。オープンだけ。さて、光一くんのスタンドですが、3つの携帯を使ってたことを聞いていたんですよ。ごっそり持っていかれましたね。ここはやはり露伴先生と協力しようと。ひわからどのような音じゃない。随分遠くまで飛ばされちゃいました。やはり人型の携帯の方が使いやすそうですね。それでも癖がありますが、ルハン先生がいいサポートをしてくれます。攻撃が痛いのでしっかり防御していきましょう。デュアルヒートアタックまで受けてくれました。ナイスだ光一くん。ヘブンズドア。よし。なんてえげつない攻撃。強引だな。ウムを
とどめまでロハン先生が早く探索キャンセルされてるけど、そんな今度はアクト2で、うわ止まらない、来ないで、あ、いかがですか、お願い、わかったよ、なんとか倒せましたが、いろんな意味で恐ろしい相手でした。これは感情の暴走、または歪みとでも言うべきか。ユカコさん、一体なぜ僕たちの森王朝で一体何が起きてるんだ。やりづらい戦いが続きますね。だいぶ苦戦しちゃいました。2対1でも侮ってはいけませんね。コイチ君、待っててね、絶対私がひねりつぶしてあげるから。だから怖いですって。ユカコさん、一体どうしちゃったんだろう、まるで昔に戻っちゃったみたいだ。あんな汚い言葉を言って僕を攻撃してくるなんて。そうかい、昔も今もそんなに変わってないように思うけど。光一君以外にはね。ロハン先生ひどい。森王朝に何の関係もない人まで。エンヤバ、いや弓と矢の因縁がありますね。さてさて、嬉しいやな、わしゃ嬉しいんじゃ。ジョータロー、てめえをこの手で仕留められるからな、立国ジョータロー。なんだあのばあさんは。霧で相手の体を操るスタンド使いだ。そういえばいつの間にか霧が出てますね。死体を大量に引き連れてきたようだぜ。死体わざわざエジプトから。けー、次回も続きます。こんにちは、ゆずきゆかりです。前回なぜかエンヤばあさんが死体を引き連れて現れたところからスタートです。ジョータロウさん、なんとかしてください。また普段とは違うバトル形式ですね。20体もいるんですか。すっかり霧がかかってますね。何も見えない。やっぱり凄まじいスタンドパワーですね。てめえはこの空城城太郎が直々にぶちのめす。戦わなくちゃならないですね。すぐに死体がいっぱいはびこってますね。さすがに一発もらったら霧で操られてアウトなんてことはないですね。団体では全然大したことはないですね。光一君の方まで行く。さすがに突きつけられたらピンチってことはないようです。この音の配置済みによろしくないですか。まあ多少無理しても大丈夫そうなのでさっさと片付けちゃいましょう。6人が分散してやりにくいですね。あさっての方向攻撃しちゃったりするかしら。あとはあの一体だけですね。やっとこそ終わりました。やれやれだぜ。すごいぞ僕のアクト3。ミニゲームは特に意識しなくても高評価が狙えていいですね。
太郎。相変わらず元気なおばあさんですね。所詮お前などあのお方の前には塵悪たのごとき存在だというのに。おいばあさん、てめえらが口にするあのお方ってのは何者なんだ。なに、そんなこともわからんのか。この毒さに使った野郎が。だいたい見当はついてますけどね。あのお方こそは王の中の王、世界を支配する器の持ち主。お前が歯向かったところで上書きされて消滅するのがオチよ。上書き、あのお方の能力でしょうか。と言ったところで理解はできまいがね。キキキキキ、焦ることはない。いずれ会えるとも。会った時がお前の最後だがね。なんだか想像しているよりもとってもヤバそうな匂いが。上書きだと、わけのわからないこと言いやがった。しかしあのお方ってのは何者なんだ。エンヤバーやウンドゥールたちが忠誠を誓う存在。いや、まさかな。ジョータロウさんがこの手で倒したはずですしね。さてと、詳しい話は後でするが、俺たちは聖なる遺体ってやつを集める旅をしている。その協力をしてもらえると助かるんだがな。もちろんだとも。こんな面白い現象を見逃すわけにはいかない。奥安くんや由香子さんを元に戻すためなら僕も行きます。いいよ、そんな気にすんなよな。あ、この声は親子だとかお袋だとか。あんたとそういう話すんのは2回目だしよ。もうお腹いっぱいっつうかよ。ん？そういえばすっかり忘れてましたが、あの親子が顔を合わせてましたね。じゃあ俺外の空気吸ってくるから、ま、仲良くやろうぜマッチョジジイ。ま、マッチョジジイ。すっかり成長したジョウスケ君にはいらない心配だったようです。兼ねたらジョウスケ君が出てきた。ナイスリアクション。お、高一に露伴。この亀すげえよ。中が部屋になってたよ。宇宙船みてえでかっぴょいいぜ。おめえらも入ってみろよ。ふん、宇宙船だと。この小汚い亀がか。うわあ、露伴先生。みんないいリアクションしますね。なんすか。遺体の共鳴、近くに聖なる遺体があるようだな。こっちの方も忘れちゃいけませんね。ジョータロウさん、なんすかこの光は。ジョータロウさん、これをカレーにする。軽くてカサカサしてて気持ち悪いぜ。遺体ですからね。おい、丁寧に扱いな。そいつはおめえの聖なる遺体だぜ。これでジョウスケ君も聖なる遺体を手に入れました。一応亀の中で話は聞いたけどよ、全部で9個あって集めてて、こいつで4個目なんすよね。そうだ。お、ひらめいた。露伴に見せて嫌がらせしてやろった。逆にすっごい喜びそうですが。
やれやれ。おい、長太郎。亀の中でいいものを見つけたぞ。いいもの？カメラじゃよ。亀だけに。ごめんなさい。カメラを使えばジョースターさんのハーミットパープルなら今回の事件の黒幕を念写で映し出すことができるはず。うん、トラブルの張本人を暴いてやるわい。行くぞ。これはまさか。ディオ？まさかとは思いましたが。ディオのはずがない。そんなはずは。ジョースターさん、スタンドの力加減を間違えたんじゃないか。いいや、ジジイ、おめえのスタンドは間違っちゃいねえぜ。ずっと疑問に思っていたが、ウンドゥールやエンヤバーたちが忠誠を誓う相手ってのはディオ以外には思いつかねえ。しかし奴はわしらがこの手で灰にしたはず。死んだはずの者が生きているというのなら僕もそうです。確かに言われてみりゃバニラアイスもそうだぜ。あの男が従うのはディオだけだ。どういう理屈でかは分からんが、ディオの野郎が生きていて裏で糸を引いていると考えておいた方がいいってことだな。これで全てがつながりますね。問題なのはこの異変を引き起こしている力です。次回に続きます。こんにちは、ゆずきゆかりです。今回から第4章に入ります。なんかちょっと燃えてるように見えますけど大丈夫ですか？今度は第1部のお話ですね。19世紀末、イギリスの貴族ジョナサン・ジョースター。吸血鬼と化したディオを倒すため、彼は波紋の師セペリと盟友スピードワゴンと共にゾンビたちとの戦いに身を投じていった。ジョナサンとディオ、医師仮面をめぐる2人の因縁の物語、全てはここから始まったのだった。とうとうスピードワゴンさんが聖なる遺体を手にした経緯がわかるわけですね。ここはジョースター邸でしょうか？ここは建物の中か。日本のものじゃねえようだが。全焼したはずなのに元に戻ってますね。ここは俺の時代だ。この建物はジョースターさんの。何？あれはどうしていないのかと思ってましたが、この時代に残ってたんですね。あれはジョースターさん。ジョースターさん、ご無事ですかい？スピードワゴン、来るな。こっちに来てはいけない。てめえディオ。過去のディオ様もいるんですね。貴様は確かスピードワゴンとかいうカス。
あれがこの時代のディオか。そしてあの男がジョナサン・ジョースター、俺の先祖か。もう一人の方は初めて見る顔だな。だがどうでもいいことよ、ジョジョ。お前の奮戦ぶり認めよう。我が夜のしもべたちを相手によくぞ今まで持ちこたえた。だがゾンビは無尽蔵、まだまだ控えておるわ。波紋の呼吸を整えなくては。今までずっと一人でゾンビと戦っていたんですね、ジョースターさん。まずい、戦い続けて疲弊しきってる。行けゾンビども、やつにファンファーレという悲鳴を吹かしてみろ。させねえぜ。この安心感。前回と同様、襲ってくる敵の群れと戦うようですね。今回は傷ついたジョースターさんを守りながら一定時間生き残らなくてはいけません。君がスピードワゴンの見つけた仲間だね。自己紹介は後でさせてもらうぜ。とうとう一部と三部の主人公が感慨深いものがあります。存分に肉を編み、ジョースターさんの体力が本当にギリギリだったんです。ちょっと本当に数がとんでもないですよ。ほっても気を抜いたらやられてしまいそうです。さすがのスタープラチナ、まだあんなに。もうちょっとジョースターさんには下がってもらいたいんですが。あ、後ろの回復ケアに行ってくれたみたいです。俺の命を。動く死体にはうんざりしてきたぜ。まったくですね。何をしている、ゾンビども。早くそいつを片付けろ。ストーンフィンガー。あれ、またジョースターさんが出てくる。ジョースターさん、危ないところでした。なんとかこれでしのげそうです。あれ、ひょっとして今かなり危なくなかったですか。やれやれ、拉致が開かねえな。親玉が来い。君のその能力は、ほとばしるようなエネルギー、圧倒的なパワーを感じる。ジョースターさんも弓と矢があったら絶対スタンド使えますよね。カメラを破壊しなくて済む茨のスタンドとか。ゾンビの群れをものともせぬとは。いや、結構危なかったですよ。貴様、その能力は一体どうした。手こずっているようじゃないか。え、誰だ、ディオに似てる。チ、ディエゴ・ブランドーか。まさかのディエゴ・ブランドー。ディエゴ・ブランドーだと。ディオの兄弟か。
その程度の発想がこの時代の人間の限界というわけだ。スタンド使いですらない人にそりゃこくってもんですよ。くだらないおしゃべりをするんじゃない。おいおい、上から目線で指図するなよ。俺たちは対等、そういう取り決めだろう。まあいい、貴様とはいずれケリをつけるが。平行世界の同一人物といっても仲が良くないですね。まずはジョジョを始末するのが最優先。ジョジョ、この世界のジョニー・ジョースターか。ああ、何言ってやがんだてめえ。世界が一巡したことも知ってそうですね。いいとも、協力してやるよ。コンビで奴らを始末する。ジョースターさんは疲労で戦えねえ。代わりに俺たちが戦うぜ。スピードワゴンさんが別々の世界のリア様二人相手に。すごい展開になってきました。これはもうスピードワゴンさんに使うしかないでしょ。人の出会いってのは運命で決められてるのかもしれねえな。やれやれだ。どこまで通用するか分かりませんが、やってみましょう。ヘマをするなよ怪物。まさかこの二人の掛け合いが見れようとは。お前がな、人間もどきが。行くぜ。てめえはスピードワゴンさんの浮きっぷりが半端ない。この空城城太郎が直々にぶちのめす。オープンだけあれ、すごくないです。スピードワゴンさんが仲間を呼び出して戦うことができるようです。おめえっちのライフに任せる。おめえのケープを見せてやりな。普通にライフで刺してずっと出してる。二人抜かすなよ。逃がさねえ。それちょっと今度それだけでごっそり持ってくんですが、少々少しスピードワゴンをやってるんですが、結構レベルが上がってるようです。デュアルコンボを使って一気にデュオを倒しちゃいましょう。行くぜ。くっついてきた。おめえんちのライフに任せる。逃がさねえ。逃がさねえ。それ抜かすなよ。普通に倒したいんです。このディオ一人で十分なんだよ。少し普通に乗る。次乗るなよ。グオジ。貧弱。貧弱。それこそ。そのディオが誰も乗るもんじゃ。ジョータローさんが止めて、最後はジョータローさんが止めてくれました。デュアルヒートアタックは当て損ねちゃいましたが、まあよしとしましょう。スピードワゴンはクールに去るぜ。やれやれだぞ。それにしてもレベルを上げると難易度がぐっと変わりますね。スピードワゴンさんがディオ様たちを起こしてるのもちょっと面白かったですが、あっさりしすぎちゃったかな。今回はここまでにして次回に続きます。皆さんこんにちは。今回からちょっとリニューアルしたゆかりです。見てください、ちゃんと腰から下まで映っても大丈夫なんですよ。まあこのシリーズでは今まで通りのポジションになると思いますけど、そんな感じで今後ともよろしくお願いします。前回ムダムダコンビをスピードワゴンさんとジョータローさんがのしたところでしたね。人間ごときにこのディオが膝をつかされるとは、よくも、いい気になるなよ貴様ら全員。いつか必ず切り刻んでゾンビどもの餌にしてやる。見事というほかない捨て台詞。
おい、てめえらもあのお方とやらのために動いているのか。ふざけた寝言を。やつとは一時手を組んでいるだけよ。まあそうですよね。いずれはディオンもろとも始末してやる。無論お前もな。最後に総取りするのはこのディエゴだ。なんか普通に元気そうですね、ディオさん。くそー、逃げやがったぜ。ジョースターさん、大丈夫かよ。ジョースターさんに言われた通り、聖なる遺体に従って仲間を集めて来やしたぜ。スピードワゴン、そういや、あんた自身の話を聞いてなかったな。どうやって聖なる遺体に導かれたのかを。とうとう聞けるんですね、この旅の始まりを。俺はジョースターさんたちと一緒にウィンドナイツって呼ばれる小さなロッドへ行くはずだった。吸血鬼とかしたディオがそこに潜んでるって情報を得たからな。だがその直前に異変がこの時代に発生しやがった。火事で焼け落ちたはずのジョースター邸が復活し、中はゾンビどもであふれかえった。上書きとやらの力の一部でしょうか。こいつは最初はジョースターさんのところに現れたんだけどよ、ジョースターさんはゾンビを食い止めるためにここに残った。俺も一緒に残って戦いたかったがよ、無理やり聖なる遺体を渡されちまって時代を巡る旅に出る羽目になったのさ。ありがとう、スピードワゴン。もう大丈夫。波紋は生命エネルギー、呼吸さえ整えば体力はある程度回復できる。さすがの波紋。ジョースターさん、すまねえ、仲間を連れてくるのに時間がかかっちまった。いや、さっきは危ないところだった。助かったよ。助けてくれてありがとう。僕はジョナサン・ジョースター。君は空城正太郎だ。空城正太郎、ジョナサン・ジョースター、そして遺体の案内人スピードワゴン、ここで始末してあげるわ。誰だてめえ。あら、ごめんなさい、あなたとは初対面だったかしら。そういえば顔を合わせてすらいませんでしたね。私はエジプト救衛神の一人、バステト女神のマライア。エジプト救衛神だと。ンドゥールの仲間か。だが一人で来るとはいい度胸してるじゃねえか。一人ですって。ジョジョ、波紋を悪用するとは許せん。ロッドに着く前だからいるとは思ってましたが。ゼペリスさん。誰だ。ジョースターさんの師匠だ。波紋の達人だぜ。あのお方に歯向かうとは救いがたき愚か者。波紋を教えたわしの目が節穴だったわ。なんてことだ、セペリさん、異変に巻き込まれてしまってる。ゾンビとの交戦中にはぐれて操られちゃった感じでしょうか。ジョースターさん、その体じゃ無理だ。いや、僕が戦う。ゼペリさんに目を覚ましてもらわなくては。
やれやれだぜ。また奇妙な組み合わせが来ましたね。磁力と生命磁気のコンビといったところでしょうか。今回はジョースターさんを使っていきましょう。セパリさん、全力でいきます。捕まえるまでが勝負だな。弟子の始末を正すは死の務めよ。来い。磁力はどんどん強くなる。ジョー太郎、お前をぐちゃぐちゃに押しつぶすまでな。奇妙な組み合わせですが手強そうですね。突進突撃をためたダッシュ中はアーマーがついててかなり強いようですが、誰がいりますね。マレイヤさんの妨害が受けます。うわ、コンセント当てられた。磁力が強くなる前に何とかしないと。ダメージを稼ぎたいところですが、なかなかダメージが取れないですね。自動車が降ってきた。いやいや、19世紀ですね。それ以上に室内ですよ。ふう、かなり苦戦したくない。よかろう。すっかり忘れてましたが、とにかく波紋の呼吸をしましょう。そしてこちらのデュアルコンボ。マレイヤさんの設置が厄介さ。まだ大丈夫。これでどうかな。相手にデュアルコンボフィニッシュされてしまいました。とにかく攻めあるのみです。動きが鈍くなってきておる。これはまずいの。援護を頼む。行くぜ。まずは俺。セイツーサンライトイエローオーバードライブ。やっとこそマラヤさん撃破です。あとはわしに任せておけ。相手が一人になってしまえばもうこっちのもんです。それにしても今回は苦戦しました。磁力コンビ恐るべしですね。どうしたてめえら、もうおしまいか。ゼペリさん、あなたを信頼しています。だから全力で戦いました。ジョースターさん、これほどまでの使い手に成長しておったとは見事だが、次にまみえた時こそ決着をつけてくれよ。なめた真似をしよって。覚えてやがれ、このビジグソども。マライアさん、すごい美人なのに本当残念ですね。待ってください、ゼペリさん。逃げられたか。ゼペリさん、必ず僕が元に戻してみせます。やはりどの部もいきなり全員連れ戻せるわけではない。ジョースターさんよ、こいつを受け取ってくれ。今まで何とか守ってきたがよ、こいつは本来あんたのものだぜ。改めて見るとちっこいですね。サイズ的に眼球っぽいですね。スピードワゴン。ジョースターさん、大丈夫ですかい。すまない、少し疲れたみたいだ。無理もねえ、今までずっと一人で戦ってたんだ。ジョー太郎、カメを出してくれ。中に入って休まなきゃな。何にせよジョースターさんが無事で何よりです。あ、
おじいちゃん。遺体はもう集まったのか、ジョー太郎。ジジイ、どうした？ソファーに座っとったら、スピードワゴンに追い出されたんじゃ。ジョースターさんを休ませるとか言われての。わしもジョースターなのに。おじいちゃん。やれやれ。綺麗にオチがつきましたね。ちょっとここ録画ミスで映像が切れちゃってますが、次回に続きます。